まあ、絶対 KO で倒してチャンピオンになります。 WBO アジアスーパーバンタム級王座決定戦。絶対自信あるのはパンチ力。その拳には悪魔が宿る。金色の悪魔、中島和樹。アジアのタイトルなんで、まあ、これ取れば世界ランクとかも入っていくと思うんで、世界に行くためのタイトルって感じですね。かつて一度は手にした世界へのパスポートだったが、初めての防衛戦でキャリア初の黒星を喫した。まあ負けて考えながらやらなあかんなと思って、僕力んで殴ることばっかり考えてるんで、そうじゃなくて力抜いて軽いパンチも打つようになったんで、相手の動きがよく見えるようになりました。インテリジェンスを手にした悪魔、昨年参戦 3KO で復活。対するはビッグハートケニー・デメリショ。百戦錬磨のフィリピン人ファイターは絶対の自信を見せる。一人で戦っているわけではない。親買ってくれて優しいです。好きです。このラ好きです。僕は家族のように思ってます。なんか弟とか逆に支えてもらってます。支えてます。支えてもらいます。優しさはリングの外に置いてゆく。リングの上ではマジでもうそれでやってるんで、なんかやっぱ気持ちいいですね。相手が倒れると、相手が倒れた時にふと我に返ります。あ、倒れたみたいな感じで。さあ悪魔召喚の時、中島和樹 VS ケニー・デメリショー。